こんにちは、ハッピー。あいにゃんこと鈴木愛理です。今日は久しぶりのあいにゃん夢企画です。夢企画を知らない方のために説明すると、私が昔からやりたかったことを実現させちゃう、もう言葉通りの企画です。今までに3回やったことあるんですけど今日で4回目です。というわけで、今回私が叶えちゃう夢は、くじ全部買い占めてみた。お祭りとかでくじあると思うんですけど、それを全部買い占めたらどうなるのかっていうのを前々から気になってたんです。そして今回、私がそれを実現すべきくじが発売されたんです。それがディズニープリンセス1番くじです。私が一生に一度叶えたかった夢だったので、とある店舗のくじを買い占めちゃいました。だから楽しみにしてて。それでは早速行ってみましょう。それでは、はい、早速やっていきましょう。よーし。ちなみに今回、全部買い占めたんで、このくじ自体もらっちゃいました。ここから引いてください。お家でもこれを味わえるんだね。これです。はい、はい、私が最初に引いたのはこちら、衣装です。今開けてみたんですけど、これめっちゃいいよ。こんな感じのちっちゃいサイズで、厚さはこれぐらいで、裏はこんな感じになってます。木製ですね。くじの商品とは思えないぐらいすごいしっかりしてて、これは価値ありますね。当たった。インテリアとして飾った時すごいおしゃれ、集めたくなる。他にも3種類あるんですけど、紅茶さんどうなってますか？衣装はこちらでーす。どれどうなってる、どうなってる。あ、よかった、無事コンプリートできました。ただ今冷静になって思ったんだけど、全部で9個ある。ちなみに今回、もしもダブリが出てしまった場合、プリンセスのグッズみんな好きだと思うので、私のイベントとかができた時にみんなにプレゼントできるからいいなと思って、この夢企画が実現したわけです。というわけで、かぶっていないこれ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 は私のもの、こちらは皆さんにプレゼント。じゃあ私のものは皆さんにお見せしますね。こちら、アラジン、リトルマーメイド、シンデレラ。こちら本当にいいものゲットしました。じゃあ次いきますか。じゃあ次のくじをお願いします。はい、いきます。もしいい賞が出たらもう一回引いてもらいますんで。はい、何かな。何かな。はい、私が引いたのはこちら、 F 賞です。開けてみました。本当よくあるサイズ感のミニタオルですね。肌触りもよくあるやつ。夏はタオル使うからね。ちょっと気になるんですけど、長いタオルもあるんですよ。これが人気でなくなっちゃうんじゃないかなって思ったんで、どうですか、ありますか。 F 賞はこちらでーす。どれどれ、いっぱいあるのは分かってるよ。全種類ありました。そして今数えてみたんですけど、全部で12枚ありました。リトルマーメイド1枚、眠れる森の美女2枚、ラプンツェル2枚、白雪姫2枚、シンデレラ2枚、美女と野獣2枚、アラジン1枚でした。デザインを見せると、シンデレラ、白雪姫、眠れる森の美女、ラプンツェル、アラジン、美女と野獣。そして先ほど言っていた長いやつはこれぐらいの長さでした。なんですけど、ちょっとね、生地がね、薄いかな。同じ生地かと思ったんですけど、違うので皆さん注意してください。それでは次行きましょう。ここにしよう、これだ。では行きます。お、違うの来ました。私が引いたのはこちら、新章です。おお、すごい、アラジン感やばい。やっぱり思ったよりこれ良かったです。一つ目、この柄、もうアラジンといえばな感じ。
よく見るとここのランプからジーニーが出てるの。めっちゃおしゃれじゃない？そして2つ目、この大きさ結構大きめよ。ほら、さっきのやつがこれぐらいだったので特別感がありますね。そして3つ目、この素材も結構いい感じ。さっきのより分厚いし高めなやつですね。ちなみにこうちゃん、これは他にも当たってたりするんですか？これは1個だけです。おお、危なかったね。じゃあ次行きます。よし、これだ。じゃあ行きます。えい、おお、来ました。じゃん、B 賞です。あげました。美女と野獣のデザインです。ちょっと今までに見たことのないおしゃれな感じ。パッと見なんかおしゃれなブランドのものみたい。あと気になったのはこの素材感。ちょっと見ては分かんないと思うんですけど、なんか低反発みたいな感じになってます。あと後ろは滑らないように滑り止めがついてます。これいいですね。くじの商品ではないね。いや、 C 賞に続いて B 賞当てちゃった。というわけで、こうちゃん、これも一個当たってんの？こちらは、はい、これのみとなっております。おー、イエーイ、危ない危ない、イエーイ。じゃあ次のくじですね。お客さん何個引くんですか？せーの、パン！お、私が引いたのはこちら！G 賞！キーチャームということで、バッグとかにつけるやつなんですかね。鍵のところに名前も書いてあるんですよ。ここにラプンツェルって書いてあるの。そしてここにはラプンツェルの紋章とパスカルもいます。本当にこれ思ってた以上におしゃれでした。なんかこれどっかの鍵開きそうだよね。ここかな。こちょ、いつも憧れてた一人との中でそこの、すごいもの手に入っちゃいました。これはもう絶対手に入れなきゃダメ。というわけでこうちゃん、これ全部ない？こちらになっております。メタルキーチャームはこれを入れて4種類。ただ全部種類が違う。それはついてる。というわけで当たったのがラプンツェルとオーロラ姫、白雪姫、シンデレラでした。他の鍵も使うのが楽しみです。というわけで次行きましょう。これ私気になってたやつなんですよ。早速開けてみます。わーお、これすごいよ。本当にガラスだ。思ってたよりも大きめ。デザインはこんな感じでステンドグラスみたいなデザインになってます。トレイということで、やっぱこれは小物置きなんですかね。玄関とかに置いといて鍵を置くとか、こういうのもいいね。あと私的にはこうお皿とかを飾るようなやつで、こう飾りたいなっていう感じですね。ということで、紅茶さん、ありますか？当たったのは、こちらです。お、あー、4種類あるうちの2種類、そして1つはかぶりです。ってことは、私の欲しかったラプンツェルがない。今回のやつ、全部選べるんですよ。だから人気なやつ、どんどんなくなっちゃうんだよね。ってことは、あー、ちなみにあと2つの種類はアリエルとラプンツェルだったんですよ。悔しい。ただ1個は皆さん用にゲットしました。ベル好きの方も多いですからね、喜んでもらえると思います。ちなみにジャスミンはこんな感じのデザインでした。ジャスミンもすごくいいね。これあと2つ揃うまで買っちゃおうかな。
じゃあ次ラストですね。しかも最後に残るのは A 賞でございます。どんななんだろう。てかそもそも当たってんの。 A 賞当たっております。というわけで開けました。これすごいね。というわけで見てください、こちらすごい作りなんですよ。ブクブクの泡のやつとか透けてて、アリエルも海の中にいる風にこう髪の毛がね上にプワーってなってるの。表情もいいですね。多分アンダーザシーを歌ってる時のシーンだと思うんですけど、すごくいい顔してますよ。これ思ってたよりも何倍もいいですね。いやこれもう本当に嬉しい。実ははい、まさかまさかまさかの A 賞もう一個。そして何何こちら今回全部買い占めたということでラストワン賞。やばい。ラストワン賞同じように見えるんですけど、微妙にこの泡の色が違うみたいなんです。というわけでどんなものか見ていきましょうか。と言いたいところなんですが、今回はこちらもプレゼントに入れちゃいたいと思います。そしてこの2つはイベントで配るのではなく、プレゼント企画にしちゃいたいと思います。そのプレゼント企画についてはツイッターでやろうと思っているので、そっちをチェックしてください。というわけでこうちゃん、以上ですか。はい、以上になります。ご購入いただきありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。誰大変チューブ。というわけで私の夢企画くじ全部買い占めてみたでした。いやもう大満足、もうその一言につきます。今回くじを全部買ったっていうのもそうなんですけど、商品自体が全部良かった。なので私にとって最高の企画でした。今回のくじ本当に大人気みたいなんで、皆さんもぜひやってみてください。皆さんへのプレゼントもできたし、よかったよかった。というわけで今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマートフォンの皆さんは下の概要欄から登録お願いします。あと Twitter、インスタ、ブログ、こちらもやってるのでぜひチェックお願いします。今日も一日ハッピーにな。